ルファは、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスが、2010年12月から2012年12月に、かけて、限定500台生産、販売した2人乗りのスーパーカーである。イズ F に始まった、レクサスのプレミアムスポーツ、F シリーズの頂点に立つと同時に、世界超一級レベルの運動性能と超一流の、 感性と感能を持ち合わせるスーパースポーツカーとして世に送り出すべく開発されたレクサス発のスーパーカーである。莫大な開発費をかけたため3750万円という価格にもかかわらず赤字であったという。しかしルファの開発によって培われた現代 FR、スポーツカーのノウハウ及び素材技術や思想はその後のレクサス社に大きな影響を与えており、 生産終了後の現在も公式 HP では、レクサス F シリーズの頂点に君臨するものとして紹介されている。2005年と2007年にプロトタイプコンセプトカーで、ある LFA が公開された後、2009年の東京モーターショーで市販モデル、ルファが発表された。途中リーマンショックによりトヨタの経営は赤字に、傾いたものの開発は続行され、 2010年12月15日から愛知県のトヨタ自動車元町工場ルファ工房にて生産が開始された。ほぼすべてを職人によるハンドメイドにより1日1台のペースで2012年12月14日までの25ヶ月をかけて500台の生産が行われた。2000年冬、北海道で車内外の車を持ち込む恒例の 早期テストを行っていた第一開発センター第一企画部の棚橋春彦は夜の飲み屋でセンター長の服部哲夫にスポーツカーを作りたいと直訴し、有志によってルファの開発が始まった。開始当初はエンジンを LS などに採用されている V 型8気筒エンジンをベースにすることを考えていた。しかし技術担当副社長の加藤新一が2年経ったら F1 に出るんだぞ。V8 じゃ寂しいから、V10 にしろと煽り、棚橋も、役員を味方につけるためその提言を受け入れた。トヨタで、売れない車を作るなと、うるさいのは、基本的に、部長クラスで、役員以上からは特に反対の声はなかったという。2003年6月に、最初の試作車が完成した。世界一過酷なサーキットとして知られる。 ドイツのニュルブルクリンクにおける初めての走行テストが行われた。この時点でフロントミッドシップエンジン後リンクドトランスアクスル V10 エンジンという基本的なパッケージングにおいては市販使用者と変わらない構成で固められていたがトランスミッションやエンジンの排気量をはじめホイールベースまで異なっておりさらにボディの骨格にはアルミが採用されていた。この車両を 社内の役員たちに試乗させていた頃、テストドライバーのナルセ・ヒロシの直訴により、味付けはナルセに一任されることになった。2005年5月、副社長の岡本和夫の中途半端に流行るなという助言から、軽量化とボディ合成工場のために、シャーシとボディ骨格及び外反をアルミ素材からカーボン素材に変更することが決まり、新製法を用いたカーボン素材を、 トヨタ自動織機と共同開発することも合わせて決定した。なおこの時点においても一般向けに商品化するか否かということは決まっていなかった。同2005年11月の商品企画会議において副社長の岡本や豊田秋夫が自動車は金儲けだけでなくこういう車も作れるべきだ。トヨタには夢や憧れを喚起する商品が欠けているという。 強力な後押しをしたこともあって、トヨタ自動車より正式なプロジェクトとして認可され、2007年4月になって、ようやく商品化の許可が降りたという。2005年1月、アメリカデトロイトで開催された、北米国際オートショーにて、コンセプトカー、LFA が初公開された。社名の LFA とは、レクサスフューチャーアドバンスの当事語であり、 当時まだ本格的なスポーツカーをラインアップに持たなかったレクサスにおけるフラグシップスポーツカーのコンセプトとして提示されたものに過ぎなかったが搭載されるエンジンはトヨタ自動車とヤマハ発動機との共同開発によるもので排気量は 5.0L 以下で最高出力は 500PS 以上そして最高速度は 時速 320km 以上に達するとアナウンスされていた。スタイリングは前年にニュルブルクリンクで走行テストされた試験車両とほぼ同一のフォルムであったが、この時点でロングノーズ、ショートデッキという FR スポーツカーの伝統的なスタイリングや 前後の重量配分均等化のためラジエーターをボディコーブへ搭載するという斬新なレイアウトが取られ市販モデルに続く基本的なパッケージングが完成していた。また同年に開催された東京モーターショーにも展示され搭載エンジンは V 型重機と動力伝達はリアにトランスワクスルを置いた FR とされることが明かされた。また同エンジンのモックアップも展示されるなど 徐々に、その詳細が明かされてきた。そして2007年、2年前と、同じ北米国際オートショーにて、レクサスは、プレミアムスポーツ、F シリーズの展開を正式に発表。その第一弾として、4ドアディセグメントセダンの、イズをベースに 5.0LV 型8気筒エンジンを、搭載した、スポーツモデル、イズ F が正式に発表され、それと同時に、LF、A。 コンセプトカーも発展型へと進化した。デザインは発展途上であった2005年モデルのイメージを引き継ぎながらも丸みを帯びたものに変更され、また搭載エンジンが V 型重機等の自然吸気型であることが改めて公表されたほか、ボディは CFRP で構成されることが明らかになるなど、 メーカー自らが正式な発売に向けて、より詳細なスペックを明らかにした。なお、この LFA2007 は、同年開催の東京モーターショーにも参考出品された。翌2008年の北米国際オートショーでは、ルーフを切り取ったロードスターモデルが出展された。基本的なスペックは前年モデルと変わらないものの、新たに、 車速感応式、リアウィングを搭載することを公表し、またパドルシフトを装備することが合わせて公表されるなど、LFA にトヨタ F1 譲りの技術が数多く投入されていることがアピールされた。その他、2009年の東京オートサロンには、当時のニュルブルクリンク24時間レース使用者が画像レーシングブースに出品されている。その後も、 ドイツのニュルブルクリンクを中心に世界各国での試験走行が実施されその度に自動車メディアがこぞってスクープするなど確実に市販へ向けてコンセプトカー LFA は進化を遂げていった2009年10月21日日本にて開催された第41回東京モーターショーの開幕初日にて市販使用者が世界初公開された 正式な社名はこれまでのコンセプトカー、LFA に敬意を払って、ハイフンを除いた、ルファと命名されたが、後に、F シリーズの本格展開によって同社が、F シリーズの頂点とシンボルであることをアピールするため、正式な社名を、レクサス F スポーツ、エーペックスとして解消している。0時速 100km 加速は3.7秒、最高速度は、 日本車の最高速度となる時速 325km を超えるという日本の自動車メーカーとしては2005年12月26日までのホンダ NSX2007 年デビューの日産 GT-R に次いで3番が目となる本格的なスーパースポーツカーである世界56カ国で500台の限定販売となり日本国内割り当て分は 当初165台の予定であったが、最終的には約200台が販売された。販売価格は日本円で3750万円で、これは日本車の量産モデルとしては、中前の LS600HL を大きく上回る過去最高額の自動車となった。限定販売のため通常のレクサス車とは販売方式が異なり、発表を当日より予約が募られ、 2010年4月に抽選により購入者が決定された。当初は発表を当日から翌2010年3月21日までの半年間にわたって予約を募る予定となっていたが、反響は予想を大きく上回り、日本市場では販売予定台数に対してその数倍となる予約が集まったため、 当初の予定よりも2ヶ月早い2010年1月13日をもって予約が締め切られた。また、同年1月中には購入希望台数が世界総計で500台を超えたが、日本国外においては3月半ばまで予約が受け付けられた。2011年ジュネーブモーターショーに出展されたニュルブルクリンクパッケージ2010年12月より市販使用者の生産が開始され、 前述の方式で決定した購入者に順次、納車された。また、全500台のうち、約50台は、サーキットでの走行を重視した、高性能仕様、ニュルブルクリンクパッケージとして、2012年初頭より、生産された。生産開始が遅れたのは、さらなる高みを求めて、期限ギリギリまで開発、テストを継続したためであり、 その成果は2011年8月末、ニュルブルクリンクでの確認走行において、イーダアキラのドライブにより、量産車メーカーの市販 FR 車としては、当時最速の7分14秒64の記録として結実した。タイヤは、標準使用車とサイズは共通であるが、グリップ力を一層高めた、専用設計のブリジストン製。 ポテンザ RE-070 を装着する。2012年12月17日、当初の予定500台の生産が12月14日で完了したと発表された。なお、正式生産開始より前に製作された、いわゆる合資車両のうち十数台が、イベント用として、ライセンスを取得した、行動走行可能な状態で、日本国内外のトヨタ自動車の拠点で保有されている。 シリアルナンバーの頭に合子車両を表す P がついているのが特徴であるが、外観上は左右フロントフェンダーに装着されている F エンブレムの色がくすんだゴールドにされているのが容易な識別点である。ちなみに車両を前後から見た時の識別点はない。またそれ以外にライセンスが取得されていない展示専用車両も数台存在する。それらは ゴミよりさらに古い試作段階の個体をアップデートしたものであり、車室内のシリアルナンバープレートが付いていないほか、F エンブレムが通常のチタンシルバー品である場合もある。エンジンのレイアウトの決定は開発過程の最初に行われ、リアミッドシップエンジンとフロントミッドシップエンジンの2方式が検討された。リアミッドシップエンジンの場合、 トラクションの確保という点においては有利だが、旋回時、タイヤのグリップが限界を超えた時点での車両制御が難しく、いたずらに電子デバイスに頼ることもしたくないという考えから、フロントミッドシップ方式の採用が決定された。リアミッドシップを超える運動性能と高い操縦安定性を両立させるべく、重量物となるエンジンをはじめとしたすべてのパーツを、 車両の中央部分に寄せることを目標にパッケージングされた。まずエンジンとトランスミッションを切り離し、エンジンは前輪よりも後方に搭載し、トランスミッションとデファレンシャルギアを一体化したトランスアクスルを後輪の直前に搭載するレイアウトが採用された。そしてラジエーターよびファンもリアタイヤの後方に左右一気ずつ配置され、トランスアクスル用オイルクーラーアシーを 右後輪全部に、フロントウィンドウオッシャータンクを、左後輪全部に、バッテリーを車両後方に搭載した。これらにより、前後重量配分は48、52と、FR としてはやや後方寄りとなっている。低重心設計も徹底された結果、2名、乗車状態での重心高さは 508mm と、通常のフロントエンジン車をはるかにしのぎ、 リアミッドシップに匹敵する低さとなっている。また、乗車人数による完成モーメントの変化を少なくし、ドライブフィールを向上するため、シートは車両の重心付近となるホイールベース中間位置に左右の座席の距離を7 2 0ト、mm、ルまで縮めて配置されている。左右座席間の距離を縮めるためには、センタートンネルの幅を縮める必要があり、 そのためにもトランス枠するレイアウトが取られ、加えて、排気管の上にトルクチューブが排される2階建て構造が採用された。このトルクチューブは部位によって厚みが変化しており、無垢の交換から切削加工で製造されている。自動車部品としては前例のない工法であり、航空機の膠着装置製造に長けた工場に依頼して実現した。また、軽量化と、 合成確保の両立を図るため、ボディの65%を、トヨタテクノクラフトと共同開発した CFRP 製とし、35%をアルミ合金製としたことで、車両重量は 1480kg に抑えられている。なお、この CFRP ボディは、トヨタ自動車元町工場内のルファ工房で製造される。カーボン素材については、 ブレーキディスクローターやルーフ、車体下部にも採用されている。カーボン素材を多用することから、元町工場には、自動車のボディサイズのドライカーボンを加熱できる大型の、オートクレーブやカーボン繊維に対応した3次元変器が導入され、ルファ工房内は、クリーンルーム化されている。なお、カーボン素地剥き出し仕様は、耐久性などを理由に、基本的にはオーダーを受け付けていない。 エンジンには、最高出力 412kW、最大トルク 480Nm を発揮する、専用開発のヤマハ発動機製 V 型重機等4.8リットル、1LRG 型が搭載され、トランスミッションには、IC2AI 製の RB60M 型6速、オートメーテッドシーケンシャルギアボックスが組み合わせられる。変速は、パドルシフトにより行われ、変速スピードは、 シフトタイムスイッチにより0.2秒から1.0秒までの7段階に変更することができる。各ギアボックスの潤滑と冷却はフロントカウンターギアはエンジンオイルを強要しリアトランスアクスルは専用の電動オイルポンプを持ち右リアフェンダー内のオイルクーラーとの間を循環させる。同年代に開発された他メーカーのスーパーカーで採用例のある デュアルクラッチトランスミッションについては、レイアウト上搭載が難しいこと、また湿式多板クラッチを用いる DCT では、ダイレクトな変速フィールを実現できないなどの理由により採用が見送られ、対応トルクの割に、小型で軽量な乾式多板クラッチを採用する ASG が採用された。また、ギアセットの数で変速段数が決まる MT をベースとする ASG は、 空間的な制約から一般的な6足となっている。これについて、福野玲一郎は設計開始時点が古く、その当時は DCT の潜在能力が未知数だったことを指摘している。ニュルブルクリンクパッケージでは変速スピードが最速0.15秒まで早められている。エンジン出力は ASG フロントカウンターギア。 トルクチューブ内のプロペラシャフトリアトランスアクスルへと伝達される。カウンターギアにより入力軸から上 85mm オフセットする形でトルクチューブ内のプロペラシャフトに出力され、これによりエンジンの低配置下とトルクチューブ下の排気管スペースが確保された。トルクチューブで エンジンとトランスアクスルが合結されているため、ドライブトレイン全体の剛性は高い。デファレンシャルギアアセンブリには、トルセン LSD を内蔵し、トラクション性能を向上させている。エンジン音のチューニングにはヤマハが三角し、サージタンクを音の放射体として利用しているほか、ダッシュボードの形状や材質を吟味することで、雑味のないバイオンが、 ドライバーの耳に届く設計がなされている。そのクリアなサウンドは、天使の方向と形容される。軽量化し、運動性能に重きを置いているため、他のレクサス車のような静粛性はない。なお、ニュルブルクリンク24時間レース参戦車両と、同一のギア比のトランスミッション車両も少量、存在するが、入手は極めて困難であった。電子デバイスとしては、 横滑り防止装置、アンチロックブレーキシステム、電子制御ブレーキシステム、トラクションコントロールシステムなどを統合制御するスポーツモード付け車両姿勢安定制御システムが搭載され、オート、ノーマル、スポーツ、ウェットの4つの走行モードをドライバーが選択することができる。軽量化と光合成の両立を追求し、カーボンモノコック車種を採用している。これも、 トヨタ自動車元町工場、ルファ工房での製作となる。レーシングカー的構造や製造方法の単なる踏襲ではなく、将来的な量産車への適応を見越した様々な生産新技術が試されている。サスペンション形式は、フロント、ロアアーム分割型ダブルウィッシュボーン式、リア、コリンク式、マルチリンク式である。低重心化のため、 最低地上高は 115mm となっているが、それを維持するために専用開発のかやば工業製、車高調整ショックアブソーバーが採用された。圧力室を別タンクとすることで、単当式でありながら短い全長の割に、有効ストロークは 140mm と長い。ブレーキには、カーボンセラミックディスクブレーキが採用され、フロント耐光池6ピストン。 リア対抗池4ピストンのアルミモノブロックキャリパーが採用された。また、キャリパーは重量配分の最適化のために前後とも車両中央側に配置されている。ブレーキの冷却についてはフロントバンパーに設置されたダクトとアンダーカバー下から冷却風を取り入れている。タイヤにはブリジストン製ポテンザ S001 が採用され、サイズはフロント265。 35ZR20、リア305、30ZR20 となった。ホイールには、BBS 製の20インチ単造アルミホイールが採用された。なお、スペアタイヤ及び車載ジャッキは搭載されていない。空力性能向上のため、設計時には、数値流体力学と風洞実験を駆使し、エクステリアデザインやエアロパーツの設計がなされた。 床下部は可能な限り平坦になるよう設計されており、車両後端部の車両底面はダウンフォースを発生させるためにディフューザー形状とされた。リアスポイラーには車速に応じて上下に稼働する格納式のアクティブリアウィングが採用され、上昇時の CL 値マイナス 0.16, 格納時の CD 値は0.31となる。なお、 ウィングが出た状態での CD 値は公表されていないが、ドイツスポーツオートの風動計測によれば、格納時 0.36, 上昇時0.39であった。なお、2012年に生産された、ニュルブルクリンクパッケージオプション装着車には、CFRP 製の固定式大型リアスポイラー、およびカナードを装着した専用フロントバンパーが、採用された。 インパネの各種景気表示には t f t 液晶ディスプレイを中央に配置したグラスコックピットコンビネーションメーターを採用しスピードメータータコメーターギア弾表示タイヤ空気圧警報などの情報を LCD 画面上に統合表示するまたインパネ中央には7インチ高精細 LCD のマルチディスプレイを装備しカーナビゲーションほかエアコンオーディオ画面上で 操作できるほか、レクサスでは、RX から採用されている、リモートタッチを搭載し、パソコンのマウスのような感覚で手元で操作することが、できる。その他、12スピーカープラス 12CH アンプの、マーク・レビンソンプレミアムサラウンドシステムや、左右独立温度調整式、エアコン、シートヒーター付き8ウェパワーシートといった、快適装備、計5個のエアバッグや、 バックモニターなどの安全装備が搭載されている。最適なエンジン音を車内で響かせるため、ヤマハの音響技術を活かした設計が行われた。2008年には、コンセプトカー段階の LFA の開発の一環として、1台がニュルブルクリンク24時間レースに参戦した。マシーンは、ロールケージ、安全タンクなどのレース用装備を装着した以外は、 ほぼ市販車同様のスペックとされている。ドライバーは、中谷昭彦、清水和夫、飯田明、木下隆之と日本人ドライバーで固められた。予選は SP8 クラス5位と検討したものの、決勝では、オイルクーラーからのオイル漏れ、降輪ハブボルトの破損などのトラブルが多発し、総合121位という成績に終わった。2009年モデル2009年も、 同レースに参戦。マシンは二大体制で、新たにコースに合わせたチューニングの変更を施し、戦闘力アップを狙ったとしている。プレスリリースでは、エンジン所言の詳細が公開され、エンジン排気量が 4805cc であることが明らかとなった。ドライバーは1号車が、ナルセ・ヒロシ、アルミン・ハーネ、ヨッケン・クランバッハ、アンドレ・ロッテラー。2号車が、 森蔵、ハビエル・キュロス、木下高行飯田明同年は、ニュル24時間に先立ち、4月4日に、同所で行われた、ニュルブルクリンク4時間耐久レースに参戦し、飯田明森蔵、ハビエル・キュロスのトリオで、クラス優勝を飾るなど、事前テストを行った上での参戦だったが、最終的に、ナンバーワン・ファイブは、リタイア、ナンバーワン・フォーは、 総合87位という結果に終わった。2010年モデル2010年からは市販版をベースとした車両に変更し、車名も市販版と同じく、ルファに改め、ニュルブルクリンク24時間耐久レースに2台体制で参戦。市販版車両をベースに、エアロパーツが装着されたほか、足回りにチューニングが施され、ブレーキ、タイヤ、ホイールが変更されている。 装着されるタイヤサイズは、前後とも LFA の305、30R20 から330、40R18 に変更された。ドライバーは50号車が、木下隆之、飯田明、脇坂俊一、大島和也という、日本人、カルテット、51号車がアーミン・ハーネ、ヨッケン・クルン・バッハ、アンドレ・ロッテラーという前年の15号車トリオ。 51号車は途中エンジンオイルに異物が混入し、エンジン交換を行ったため規定周回数に達せず、乾燥扱いにはならなかったが、50号車は SP8 クラスのクラス優勝を果たした。88号車は、飯田明、石浦博明、大島和也のドライブで SP8 クラス3八87号車は、木下、ロッテラー、脇坂で同クラス8位で乾燥した。 クラス優勝を果たした83号車83号車が、木下、脇坂、飯田組で参戦。SP8 クラスで優勝を果たした。2013年は79号車の一大体制で、影山雅彦、石浦博明、大島和也、森蔵により参戦。SP8 クラス2位で完走した。2014年は、 通常のルファに加え、エンジン排気量を5.3リットルに拡大、フルカーボンフレームを採用するなど大幅な改良を、加えた、レクサスルファコード X を投入する。ドライバーは、ルファが、木下隆之、石浦博明、大島和也、コード X が、飯田明、脇坂俊一、井口拓人と,と発表されていたが、レースウィークになって48号車のドライバーに、 森蔵が追加された。最終的に48号車が SP8 クラス優勝、53号車が SP プロクラス優勝となり、SP3 クラスを制した86と合わせて3クラス制覇を達成した。2015年は前年度に続き、レクサスルファコード X を53号車として導入する。ドライバーは影山正彦、石浦博明。 大島和也、井口拓斗。レース終盤にミッショントラブルのため6足を失うが、そのまま走行を続けフィニッシュし、SP、プロクラス優勝を果たした。大阪とヨペットグループから参戦。ドライバーは、今村洋一。なおエンジンは、オリジナルの V10 ではなく、ナスカール用の V 型8気筒に換装されている。第1戦、お台場のエキシビションマッチでデビュー。 初戦で、歌、和也の 180SX と互角の走りを見せるも、出す判定で敗退。その後、ビデオオプションの峠ドリフト企画の最中に、リアの足回りを破損してしまう。舞島のエキシビションでは、角度番長決定戦をトラブルで危険追走番長決定戦では、末永正雄の FD3S に敗北。団体番長決定戦では、 チーム高級車の戦闘を担当2位となった。最終戦、お台場2日目のワールドチャンピオンズにも出場。今回からターボ化されており、ベスト8まで勝ち上がった。ありがとうございます。